んにちは、シャーイ、どうも、ヤマママです。今日は、ハニーズさんと、シワマラさんで、ちょこっとね、夏服を購入してきたので、ご紹介していきます。背景いつもと違うんやけどね、ばあちゃん家で撮影しております。ばあちゃんと買い物してきました。ばあちゃんのね、島村とハニーズで購入した購入品紹介サブチャンネルであげるつもりなのでよかったらそっちの見てくださいなー。それではね、まず島村さんでの購入品をご紹介いたします。って言ってもほんまにね、ちょっと買っただけです。まずは今履いているこちらのスカート。これはね、1500円でした。このね、生地が、なんて言うやろうね、ちょっとこう、なんかパーカーみたいな生地というか、スウェットみたいな生地というか、そんな感じのね、生地でございます。そしてこのちょっとね、明るめのくすみピンクっていう色が珍しすぎて、こんなスカート持ってなかったからね、もう可愛すぎて買っちゃいました。こちらのね、丈感も、足が細く見える丈感なので、ちょうどよし、ちょうどよし。で、ポッケもついてる。これすっごい嬉しい。スカートにポッケついてんのすんごい嬉しいよ。もうほんまにね、この色味が可愛すぎる。めちゃんこ可愛い。こちらね、安心のウエストゴムでございます。結構ね、伸びるウエストゴム。サイズはね、L サイズを買いました。じゃじゃーん。後ろもね、こんな感じでポッケがついてます。飾りじゃなくってね、本当のポッケです。かわいい。で、生地もね、結構薄めなんよね。いやー、こりゃかわいいわー。もう、かわいすぎてね、ほんと。軽く一目惚れって感じですね。お次は、こちら。じゃじゃーん。これちょっとね、自由さんのね、プロフィールに似てるなと思い、買いました。お値段がなんとね、980円なのよね。このカップ付きのタイプのやつね。こういうね、レースみたいな、今チラ見せすんの流行ってるやんか。これのね、黒色持ってなかったから、ちょっとね、島村さんの、このね、なんかプロフィールっぽいやつはどうなんだろうと思って買ってみました。ちょっとね、着てみます。こういう感じでね、チラ見せして着るのに、十分すぎる。十分すぎるよ、これ。これ自体もね、全然柔らかいし、着心地めちゃめちゃ良いよ。もちろんね、ブラックじゃなくて白色もあったので、ちなみにね、自由さんのブラフィールって、このレースっぽいやつは丈が短いんやけど、これもね、お腹ぐらいまであるので、お腹がね、出る心配もございません。おー、これ、良い。良いよ。良いです、これ。良い。お買い物をしてしまいました。はい、それではお次、ハニーズさんで購入したお洋服4点ご紹介いたします。まずは私がね、今着ているこちらの T シャツ。これめっちゃ可愛くない？ミッキー。ハニーズさんって最近あんまり買ってなかったんよ。お店自体も全然行ってなくって、それでね、ちょっと覗いてみたらびっくりするぐらい可愛い T シャツってて、もうね、これ以外にも、このミッキーデザインの T シャツとか、スヌーピーデザインの T シャツとか、もう可愛い T シャツがいっぱい売ってて、びっくりした。本当に可愛くて私びっくりした。こんな可愛い T シャツ売ってんねやっていうのをね、本当に驚いたので、T シャツ好きな方はぜひぜひ覗きに行ってみてください。でね、私は今回こちらのね、ミッキーが3人揃ってて、このね、ボーダーを買いました。ちなみにサイズは L サイズを買って、袖感こんな感じ。袖の丈感っていうのかな。こう袖がふわっと広がってるやつがね、やっぱちょっと着汗。着汗なのでこういう T シャツを好んできます。いやー、これからまたパトロールせねばならんね。お店が増えてしまいましたよ、ということで。ちょっとみんなも気になったらね、ぜひぜひ見に行ってみて。マジで可愛い。可愛すぎた。ちなみに、裏は無地でございます。お次はこちらのボーダー T シャツ。このね、若干くすみレッドみたいな色味がもう可愛すぎて可愛すぎて、このね、ブルーとか、あとグレー、ブラック、あ、黄色もあった、なんかくすみイエローみたいな色もあったんやけど、このくすみ加減がすっごい可愛くてね、もうブルーもちょっと欲しくなっちゃったぐらい可愛かった。めっちゃ柔らかい、生地がほんまに柔らかくってさらっと着れちゃうね、これ。いや、良いね。可愛すぎるよ、これ。なんかね、UV カットとドライ吸水速乾って書いてあった。こんな感じらしいよ。はい。お次、こちら！じゃじゃーん！可愛すぎん、これ！パイナポー！ちょっとね、なんかワッフルっぽい生地になっております。丈感は、ちょいお尻かかるぐらいかな？そしてね、ゴブ丈？でございます。ちょっとこうパフになってるっていうの、ちょっとふんわりなっている袖でございます。ちなみにね、これね、赤色でアイスクリームとか
白色でチェリーとかもねあってね、もうデザインがいろいろ可愛すぎた。他のデザインもね気になる方もぜひぜひ見に行ってみてください。もうこのワンポイントのパイナポーが可愛すぎて可愛すぎて仕方ないわ。後ろはね無地でございます。そしたら最後はこちらのスカートでーす。めったんこ可愛い、このスカートやばい、可愛いよ、うん、可愛いよ可愛いよ。ウエストはね一応まあここボタンなんやけど、このね後ろがゴムなのでね結構伸びます。生地はちょっと分厚め、まあ、生地はしっかりしております。やけどやっぱねスカートが白色やから柄物のパンツとか下に入ったら映るかもしれない。私今スパッツ履いてるんやけど柄物のパンツやったら映るかもしれませんのでご注意ください。でポケットついてるのもねすごい魅力の点。私ポケットついてるの大好き。なんとこちらのスカートはおばあちゃんと色違いです。色違いでね買っちゃいました。ばあちゃんがこれ可愛いなって見てるのを私もあこれ可愛いなっていうのでね色違いで買いました。ばあちゃんはねこちらの色ライトブルーのデニムっぽい感じのスカートを買っております。もう大満足すぎるお買い物でございました。はい、というわけでちょっとした島村さんとハニーズさんでの夏物購入品紹介でした。気になるお洋服があった方ぜひぜひチェックしに行ってみてください。今日も見ていただきありがとうございました。もう衣替えしたよって方グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。衣替えはこれからだなって方もグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter とインスタのチェックもぜひぜひよろしくね。それじゃあみんな See you next time! バイバーイ。